レフェリー箱崎。今大会バンタム級3試合の中、無欲をアピールしているのが赤いグローブの藤田。これが9戦目、ここまで4勝4敗です。まあ、敗れているのが藤田の方は橋本真央選手、それから峰大輝選手と、これもランキングがあればトップクラスという相手。お互いそうした相手と拳を交えてきました。3分3ラウンド延長1ラウンドマッチ。足元確かめて、こちら黒いトランクスは豊田。先にリング中央を取ろうとした藤田ですが、そこに左のパンチ、豊田が放っていきます。さあ、放送席、石川直樹さん、金子明弘選手、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてゲストは沢口愛香さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずこうして蹴り合いから入りました。石川さん、はい、バンタム級ということで今回は左豊田が放ってきます。まあ、注目を浴びてますよね。そうですね、はい、今回が、ね、メインイベントがバンタム級のタイトルマッチですからね、はい、でこの鈴木選手は、藤田選手はですね、前回の試合でですね、今日タイトルマッチ挑戦者である池田選手と戦ってますけどね、うん、そうですね、1試合目とメインの挑戦者っていうのはこの立場の差、ね、何しそうと思ってますよね、きっとね。この辺りのローキックだったり、金子選手、はい、まあ、お互い勢いってもだいぶのっけからありそうですね。そうですね、結構アグレッシブですね。金子選手どうですか、相手によっていろいろ見ていったりっていうのはどのあたりで決めるんですか。もう前日とかにももう決まってたりするんですか。だけどなんかその日の相手の様子とかを見ると、はいはい、となると目前にした時っていうこともあるんですね、やっぱり。そうですね、はい、うん、まあ、石川さん、そして感じ取るものっていうのも相対すると本当に多くあると思います。そうですね、準備してたものと、あとね、実際の本番でのその選手自身の勝負度胸とかね、はい、大きく左右しますからね、まあ、そういう点では青いグローブの豊田がサウスポースタイル、左手前に構えている赤いグローブ、オーソドックススタイルが藤田です。まあ、軽量級53キロリミットの戦いです。沢口さんの目にこういう攻防ってどう映ってるんですか。はい、でもまだ始まって、ね、まだちょっとしか経ってないので、はい、どっちに転ぶんだろうというのは楽しみなとこですね。序盤からガンガンやり合うのと、こうやっていろいろ探ってこう心理戦などもあったりするの、どちらが好みですか。やっぱり心理戦があると私もドキドキしてしまいますよね。お、そうですか、うん、石川さん、やっぱりそういうところを見てくれる方っていうのもたくさんいらっしゃいますもんね。そうですね、はい、駆け引きを、ね、うん、楽しむファンの人もいますから、ね、はい、分かりやすい殴り合いもそうですけどね、はい、そう、格闘技の奥深いところです、ね、はいはい。まあ、今金子選手、これ2人の距離感ってどっちのものなんですか。けど、あの、藤田選手結構いいと思いますね。割とこう圧力あるタイプですよね。そうですね、はい、うん、いや、チャンピオンに話を聞いたその直後、続いて金子選手に伺いましょう。パンチどうでした。はい、いや、もう、あの、予想してました。うん、左で、そうですか、また詰めてくる、ま、全く見えてないところでしたね。ハンドスピードが速かった。あと10秒ある。このラウンドで決めてしまうのか、藤田のパンチ、回転がいい、豊田も返す、でも足元ちょっと厳しいか、続けられない。第2ラウンド、いや、これ第2回目のダウンです。2回目のダウンです。場内の時計自体はもうこれ0秒というふうに表示されています。なんとか耐え切った。第1ラウンド終了。だいぶダメージあると思いますよ。この1分でどれだけ戻れるかっていうところにはなるとは思うんですけどね。これはパンチの連打、石川さん、はい、左のフック、まともに藤田が当てましたね。そうですね、あのフック系のパンチが藤田選手で、ストレート系のパンチが豊田選手っていうパンチの組織かなと思っているところで、はい、この矢先でですよね、この、うん、全く反応できないですね、これですね。で、逆にこれ反応できないのがよく立ったなと思ったんですよ。確かに、まあ、その後もね、2回目、どれだけ意識が戻ってるかっていうのが心配ですね。いや、金子選手、はい、来るなと思ってた。いや、思ってました、はい、行ってください。次からはぜひぜひ。あ、分かりました、はい、どんなパンチだったんですか、金子選手から見て。だけど、あれですよね、相手が左返そうとしたところにちょうどうまくカウンターが当たったなと思います。はい、まあ、その刹那っていうことだったんですね。うん、いや、豊田選手気持ちが強いってとか見ましたよね。はい、最後まで2回目スタンディングダウンでね、倒れなかったですからね。そうですね、はい、これが8戦目の豊田、9戦目の藤田。藤田第1ラウンドに2度ダウンを奪っています。
藤田選手としては倒しに来るでしょうからね。そうですね、もう倒す感覚得てますからね、はいはい、ストレート、あー今三日月、右の三日月、ああいうアクセントがうまいですね、うん、嫌がらせて中断、そして顔面へのパンチ。このラウンドもこれはまだ30秒経っていない段階から藤田がダウンを奪いました。いや今もラッシュの中で1個ね、一瞬のフェイントがあったりとか、藤田選手この打ち合いの中でも冷静ですね、うん、あキスと相手をやって左のフックから右のフックだ。大砲炸裂となりました。合計4回のダウンを奪って KO 勝利。第2ラウンド決着、もぎ取ったのは藤田和樹の拳です。金子選手、はい、これフィニッシュだったり第2ラウンドの動きですね、はい、ぜひどんな風に見えたのか教えてください。やっぱあのダメージがまだ残ってたんで、そこをこ うまく詰めるとか、あの三日月も良かったです、はい、そうですね、まあ、あれ忘れないっていうのは本当に大事ですね。いや僕感動しましたね、はい、あのこの藤田選手ね、前回池田選手との試合で負けてはしまったんですけど、すごいいい試合だったんですよ。確かに。その敗戦を今日のこのね試合にちゃんとつなげてたっていう、その悔しさをちゃんとこのね試合につなげてたっていう、そういうねストーリーが僕は藤田選手に見えたので、はい、これでねこの見事な KO 勝ちをしたから、はい、これでまた藤田選手強くなるんじゃないかなと思いますね。チャンスはありますね。そうですね、はい。さあ沢口さん、はい、あの時勝っていればっていうチャンスで、うんうん、その前で敗れて、うん、藤田選手、うんうん、今日再起果たしました、はい、なかなかこう痺れる。お、マイクあります。皆さんこんにちは、 K-1 10目黒の藤田です。今回やってきたなってことが試合に出せてよかったです。ベルトに絡めるような試合 お願いします。次本戦3試合目に同じジムの力が出るんで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ沢口さん、はい、そんな状況を含めて感想をいただきましょうか。そうですね、藤田さんこう流れを掴んでから一気に離さなかったので素晴らしいなと思いました。確かに楽しかったです。ここぞというポイント、ヒットポイント知っているところが分かりました。藤田和樹5勝目。